皆さんどうも、今回は J1 第30節、ビッセル神戸対セレッソ大阪について振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。えー、この試合なんですけど、ビッセル神戸が競り勝った形になったんじゃないかなと思います。まあ、このような展開をやっぱり勝ち切るビッセル神戸は改めて強いなと思いましたし、やっぱりタイトルを取ってくると、このような勝ち切り方ができるんだなと、 改めて思う一戦でもありました。まあ一方のセレッソ大阪なんですけど、まあ3421から試合に入って、まあ、うまくはまらなかった理由と、まあそこから442に戻してから、で、なおかつ後半から、北野選手、カピシアバ選手、奥田選手を投入してからの戦い方っていうのは、まあ良かったんじゃないかなと思います。まあ敗戦はしましたが、後半の戦い方が、常時、 できるようになってくると、もう一度上に上がれるんじゃないかなと思います。じゃあ、まずなんですけど、えっと、セレッソ大阪の3421のプレッシング、まあ、523のプレッシングがはまらなかった理由について考えていこうと思います。えー、まず、セレッソ大阪が3421を 採用した理由としてリッセル神戸の土台に制限をかけたかったんじゃないかなと思います、まあ、基本的に初選手が割と下がりながら3センターバックっぽくプレーをするんでここにブエノ選手、セアラ選手、田メダ選手を当てにいきたかったんじゃないかなと思いますでアンカー化する大木原選手には、まあ、奥野選手、田中選手、まあ、どちらかが対応する形を作り出していきます でやっぱり一つポイントとして残ってくるのがここの広瀬選手なんですけど、まあ、ここの広瀬選手は田目田選手が外切りをうまく使いながらここを消していく形を作り出していましたでやっぱり基本的に宮城選手やったり武藤選手彼ら に対してウィングバックの上里選手と船木選手ルーカス選手と鳥海選手彼らが対応する形を作り出していきますで西尾選手が中央だった理由としてやっぱり大阪選手への対応っていうのが大きく関係していたんじゃないかなと思いますでこれでまあ照らした先でボールを回収することっていうのをやっぱ考えようとしていたんでしょうけどビッセル神戸は上手に え、プレッシングを回避していきます。じゃ、どのようにまず回避していたかっていうと、タメダ選手が外切りからプレッシングを始めてくるんで、山川選手から、まあ、武藤選手にまずはパスを打ち込むことが多くなっていました。で、これなんでできるかっていうと、広瀬選手が上がってくることで、上里,里選手を少し引っ張り出したこと、で、なおかつ武藤選手が横の動きで、こういうふうな縦パスのコース、出口を作り出すことによって、まあ、井出口選手、 広瀬選手のレイオフを作り出すことっていうのができていきます。で、なおかつ、えー、このプレッシングをかけた時に、プレスバックがなかったんで、ここのエリアっていうのはかなり広大に空いていたんじゃないかなと思います。まあ、だからこそ、武藤選手からの、こういうふうなレイオフから、井出口選手が出ていく形、まあ、展開を広げていく形っていうのもありましたし、武藤選手がそのまま、 受け直して奥を取っていく形っていうのは多く作り出すことができていたんじゃないかなと思います。で、ここから左右に振りながら攻撃を仕掛けていましたし、まあ、ここの管理をどのようにしていくかっていうのはかなり曖昧だったのがセレッソ大阪で、そこをうまくついたのがビッセル神戸だったんじゃないかなと思います。で、当然なんですけど、 大迫選手はこういうふうに降りてきて武藤選手がストライカーの位置に入ってくる形で宮代選手もストライカーの位置に入ってくる形を作り出すことも多くありました、まあ、これを作り出したことによってやっぱり西尾選手だったり船木選手だったりトリウム選手が混乱していましたしここの段差ができたことによってここの背後のスペースっていうのはかなり広大に空いてだから簡単に一発でヴィッセル神戸は背後を狙いながら攻撃を仕掛けていくことっていうのがかなっていたんだと思います で、どん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 、えー、押し込んでいくこと、まあ、プレッシングを回避していくと、541のブロックを作ったのが、えー、セレッソ大阪です。この541のブロックを作った時に、えー、特に左サイドなんですけど、井出選手が外側に流れながら、まあ、ルーカス選手を止めていく形を作り出していきます。で、そうすると、宮代選手、大迫選手、武藤選手が、 割と解放する形、解放される形が多くなってきて、で、なおかつ、初瀬選手が割と低めの位置を取っているんで、ブエノ選手を引っ張り出すことっていうのができるようになっていきます。そうすると、やっぱり空いてくるのが先ほどと同様で、ここのツーセンターハーフの脇のスペースになってくるんですが、まあ、ここに大迫選手が降りながら、まあ、ボールを引き取って、で、なおかつ、宮城選手が鳥海選手を止めているんで、ここのスペースっていうのはかなり使うことができていたんじゃないかなと思います。まあ、だから、井出選手は、 こういう風な形で抜け出す形っていうのもありましたし、宮代選手が当然抜け出す形がありましたし、で、一人抜け出した先の平行の形を、えー、ヴィッセル神戸は作り出すことができるようになっていて、相手が手前にいようともしっかりその手前を横断しながら目線を変えて背後を取っていく形っていうのは、ここ最近 積み上げてきているもので、それが実っていたんで、前節のアビスパ福岡戦とかもしっかりとゴールを奪い切ることっていうのはできていたんじゃないかなと思います。まあ、この試合も同様に、背後と横、背後と平行っていうのをうまく作り出しながら攻撃を仕掛けていましたし、特に前半なんかはエネルギーをかなり出しながら攻撃を仕掛けていくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。まあ、もっともっと前半で ゴールを取っていれば楽な展開にはなっていたんでしょうけど、やっぱりジンヒョン選手がすごいゴールキーパーなんで、しっかりと止めながら、えっ、ー、と、セレス大阪2対0の形から、えっ、ー、と、後半に入ることができるようになっていました。で、後半からなんですが、えっ、ー、と、北野選手が入ってきて、まずプレッシングがかなりハマるようになっていきます。で、 えー、プレスの形を442に変えたんですが、えー、北野選手が大木原選手をまず捕まえる形から始めていきます。で、井出口選手、井出選手には奥野選手、田中選手、で、広瀬選手、初瀬選手にはルーカス選手、カピシャーバ選手を近くに置いていくことって、まあ、どこの箇所もしっかりと近くに人を置いていくこと、捕まえていることを行っていきます。で、これに対して、 えー、宮城選手、大迫選手、武藤選手。で、えっと、宮城選手、大迫選手、武藤選手には、ここの4枚でしっかりと対応することを考えていきます。で、前半にもインスイタイム後、442にしたんですが、瀬原選手とブエノ選手の横並びだったんで、荻原選手、井手選手、井手口選手、ここの3枚に対して、奥野選手、田中選手の数的不利になってしまっていて、苦しくなったんですが、後半からは北野選手が荻原選手をしっかりと捕まえる形からプレッシングが。 スタートしていきますで、ここからどのようにプレスをはめていくかっていうと、ここのトゥーレル選手、山川選手の、えー、このセンターバック間のパス交換が一つプレスのスイッチとなっていきます。で、ここが行われた時に、北野選手がしっかりとプレッシングに出ていく形を作り出していました。で、これを作り出した時に何が起こるかっていうと、えっ、ー、と、井出口選手が、木原選手のヘルプを行うんで、 え、降りてくる形が多くなってきます。で、ここには田中選手がしっかりと捕まえること。で、北野選手はしっかり、大木原選手を消しながら山川選手に出ていくんで、奥の選手が大木原選手を捕まえる形を作り出していきます。で、言うならば、こっち側は捨てる形をとって、蹴らせて回収っていうのを、えー、しっかり作り出すことができたのが、後半のセレッソ大阪だったんじゃないかなと思います。で、なおかつ、井出口選手も大木原選手も、 ボールを引き取るために少し降りていたんで、ここのエリアっていうのはかなり空いてきて、えー、セカンドボールの回収の確率っていうのは、スレッソ大阪に傾いたんじゃないかなと思います。まあ、だからこそボールを奪えて、えー、攻撃を仕掛けていくこと、ボール保持に入っていくことっていうのは、叶っていたんじゃないかなと思います。まあ、前半からするとかなりボールを握れるようになったのは、 まあ、プレッシングのところで、えー、大きく変えたこと、要因としてあると思いますし、前半は全然逃げれなかったとは思うんですけど、まあ、そこをうまく握るためのきっかけを作ったのが北野選手だったんじゃないかなと思います。で、どのように握っていったかっていうと、えー、サイドバックの奥田選手も上里,里選手も幅を作り出すことがかなり多かったかなと思います。で、ヴ、え、ィ、ー、ッセル神戸は424ぽくハイプレスをかけてくるんですが、ここのライン間、ここの エリアに奥野選手、田中選手、北野選手が入ってくることによって混乱を引き起こすことが可能になっていましたで大迫選手が前に出て井出選手が田中選手を捕まえる形も多くあったんですが、まあ、基本的には横並びから田中選手を消していく形でプレッシングが入ると井出選手が田中選手まで下がる形を取るんですがこの北野選手がしっかり武藤選手に影響を与えることによって 上里,里選手もしくは北野選手がどちらかがフリーになることが多くなっていきます。で、えー、武藤選手が登里,里選手に出てきた場合は、北野選手がボールを持って、レイオフで田中選手にボールを渡すこと、まあ、もしくは登里,里選手がこういうふうには列上げをして、ワンタッチでここの登里,里選手にボールを届けることっていうのもできていましたし、まあ、北野選手が入ってきたことによって、えー、リンクプレーがかなり上手なんで、そこから 出口を作りつつ前進をしていくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。まあだから、後半は武藤選手、宮代選手が下がる回数っていうのはかなり多くなっていましたし、ビッセル神戸からするとなかなか前に出れない状況、で、なおかつ大迫選手がボールを収めないと前に出れない状況まで持ち込まれたんですが、やっぱりそれでも耐え切ってゴール前まで出ていって攻撃を完結させる 姿っていうのは、やっぱりビッセル神戸強いなと思いましたし、それをなんとかしのぎきりながら、セレッソ大阪は、えー、同点逆転まで持っていこうとしたんですが、まあ、やっぱりビッセル神戸は耐えきって、なおかつ守りきれるチームなんで、ビッセル神戸が競り勝つ形となったんじゃないかなと思います。まあ、本当に前後半で、試合の内容がガラッと変わりましたし、そのための修正だったりが面白かったですし、バチバチで、 面白い一戦だったんで、ぜひ皆さんこの試合見返してみてください。はい。本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ